友達にひろゆきってなんでフランスに引っ越したのって聞かれました。以前の配信でも答えたと思いますが、忘れてしまったので教えてください。40手前ぐらいまで日本に住んでいたので、飽きた。まあ僕もともとその大学の時1年間アメリカにいて、で、割とそのまあお金もそれなりになったので、暇ができたら海外に行こうと思ってたんですけど、ニコニコ動画っていうサイトに関わって、で、ニコニコ動画っていうサイトから離れたので、お、これ自由じゃんっていうので、外国どこ行くっていうので、彼女がフランスって言ったってフランスに来たって感じです。